もしもし？あ、もしもし、もしもしじゃない。もしもしじゃないよ。あの、このギアさ、特風経験さ、みんな使ってます？まあ、多分ちょっとつける人とかいると思うけど、こんなつける人いないでしょ。こんなつけるんだったらイカ速つけた方がいいもんね。これちょっと活用したいから俺今日いっぱいつける。はい、間違えました。バッテラストリート縄張りバトルです。よろしくお願いします。今回はね、こんなにでもこんなつけてスプラトゥーンしてる人俺なかなか見ないので、その爆風軽減つけるならイカ速度とかやっぱつけた方がいいと思ったので、今回は視聴者さんにプライベートマッチでギアの考慮がいかがなものかちょっと確かめるために入ってきてもらいました。なのでプライベートになってるんですけども、このギアね、とりあえずね、あの爆風ダメージとセンサーは、あの、無意味になると思うんで、今回もゴリゴリ行こうかなと。ゴリゴリね。あ、俺ダメだ。あぶね。普通の銃で攻撃されるとさ、結構ダメージ入るんだけど。あぶね。こういう爆風ならね、全然。平気なんですわ。平気なんですわ。ちょっと、なんか無理して、ゴリゴリ行こうとしたけど、この身落ちはちょっと今やめた方がいいかもしれない。うん、上から来そうだな。しかもちゃんと相手ボム多いな。ちょうどいい。ボムの、うわあ。でもこれも爆風よな。いや、うまいこと逃げたな。ほら、俺も爆風でダメージ当たる。ここ。あーって一発届かなかった。マジか。相手も爆風経験つけてるのか。うわあ。普通に攻撃されるのだけはね、あの、ごめんなさい、カミカミで。こういる。まか、あ、オッケー、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ナイス、ナイス、玉。今、相手、こっちについていける。頑張れ。うわぁ着地した。びっくりした。あ、いけなかった。ナイス。うれ。うえい。いい感じに、ジェッパー刺さったわ。うえぇ、当たんなかった。そしたら、そうしましたら、ボブの爆風の力が、いかがなものか。このロボットボブで確かめたい。そんなダメージ食らってるんだよ、感じないんだよ。おっと。うわー、危ない。このね、この爆風のダメージ、まあ、直撃で当たると確実にやられるんですけど、あの9番ボブとか。確定範囲入るとやられるんだけど、確定範囲外なら、あとセンサーかな。センサーとかに強いかも。ここですね。当たった。直撃当てたんですが。オッケーオッケーオッケー。爆風で。俺、爆風を持って爆を制して。あ、そんなとこ置かないで！俺の着地のとこに。俺の着地のとこにってマルチミサイル。あ、ナイスです、ナイス、ナイスカバー。もう今焦ったわ。あれか、爆風を確かめるためにあれ置いたのか、ミサイル。めっちゃ焦った。あれ追いますね、この壁の裏が。これなんか押さえてればピンチついてれば勝てそう。おお、勝ったか。どうだ、最後ちょっと何もできなかったけど。いや、ちょっとマルチミサイルめっちゃ来た。あ、勝った勝った、ありがとうございました。あれ、えぐかったな。あれ、スローモーションしよう。えぐかった。はい、間違えました。ステージ変更しまして、富士坪スポーツクラブに、変更させていただきました。で、このギアね、そう、俺、あれないよ。昔、そのマーキングガードってギアと、爆風経験ってギアが2個ね、2個ずつ、あの、分かれてあったんだよね。なんだろう、野球みたいに、近鉄バッファローズとかの、あの、オリックスみたいに、あの、合併されて、ギアが、合併って言うとちょっと分かりづらいと思うんですけど、合体したの。二つのギアが一つになったの。ああ、爆風がたくさん。こんなにもらっていいんですか。でも一発も当たってないんでだ。うれ。俺も爆風をね、しっかりと与えていく。ああ、もう一人いたのか。ああ、やりきれなかったな。奥行ったか。まあ、そんな感じで、
待された2つのギア、多分もしかしたら2つのギアが弱かったんじゃないかなって思うんですけど、両方使ってるのがいなかったのかな。あ、帰ったね。こっち取ったな。確かに昔いなかったんだよな。今インクアーマーのなんだろう、恩恵受けるためにさつけてる人いるかもしれないけど、どうした、こんなにつける人いないよ。俺もこんなにつけたことはない。ラッキーラッキー、今潜伏してました。うわぁ、もうさ、これ耐えれるんじゃないか。パンサー飛ぶ耐えれるんじゃないか。3発当たればさすがに死ぬ。やってみた差はある。いいだね。うん、ちょローラーまた来てますね。ちょっと、あ、どうしたどうしたどうした、ちょっとあれだな、劣勢。それもね、あ、やっ、あぶね、え、今着地全然ダメじゃないのかな。当たってなき、あ、ナイスナイスナイスキルナイスキル。いや、全然劣勢じゃなかった。うえい、爆風ダメージマジで耐えれてんのかな、わかんねえな。これ爆風強化されてないか俺の方法違うか。ああ、欲しい。ちょっと一発浴びる分だよね。無事ですからね。当たりにいっちゃう逆にもう一発や。だからもう全然食らわないね。もう 3.9 つきてるからな。全然食らわない。来てるなこれ。あぶねー、ローラー、これローラーはワンパンされちゃうからさ。これ射程使ってと2人ですね。あそこの2人だけだ。フレ体で受け止めるよ。体で全部、体で受け止めちゃう。いやー強い普通にインク垂らされるとな、意味ないんだよな。うん、わからない。でもダメージは減ってる気がする。気持ち減ってる気がする。うん、こんな感じでした。はい、ありがとうございました。